皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、前回の続きで倉庫を完成させていきたいと思います。後ろをつなげていって額縁を作っていきたいなと思っております。じゃあやっていこう。じゃあまずこっちの白いお家から後ろを作っていこうかな。とりあえずここまでは絶対に必要だから、屋根の上まで登っちゃおうかな。こんな感じでつなげていったらいいかな。ちょっと危険だけど再び積んでいきます。階段つけてちょっと屋根をどんな感じになるか見ていこうかな。でもこの屋根はここがこう終点で上がっていってる感じだから、どれだけ後ろに続いても別にいいわけか。そしたらやっぱりお家の壁を先に作っていこうかな。ここまでは必要だねって言ってたとこだね。とりあえずここまで作ってみよう。じゃあ屋根をつけていって、ハーフブロックがないとダメだったな。ここに置いて、よし、 OK。 そしたら次こっちだな。後ろをどこまで伸ばすかちょっと問題だな。こっち側も作ってみてそれで考えようかな。ここの壁閉じれないな。仕方ないから、まあ無理やり閉じるしかないか。ちょっと不格好にはなるけど、ここがね一マス出てるからこういう感じになっちゃうんだよね。こんな感じになっちゃう。まあしょうがないか。ここはそれでいいことにしよう。縦に積んでいく感じだね。落ちたら死ぬ。でここは板材と、あれ板材、あ間違えたな。あやっぱり屋根のところちょっと間違えてる。一マス分板材にしないといけないんだな。ここだ。ここの部分を板材にしてと。よし、なかなか怖い作業だ。あーこれ座れちゃう、こいつに。てかこのまま向こうの屋根もつなげていった方が良かったな。屋根だけ先につなげていこうか。よいしょ。一応ここが隣の屋根とくっつく場所で、ここの屋根に合わせて板材を伸ばしていく。とりあえずここまで結構登りましたね。でここは壁だから、よいしょ、これでつないで、で下から順番に行こう。足場を落として、ここなんか湧き潰ししないと屋根の上にゾンビ湧きそうだな。ここの中も湧き潰しした方がいいね。どうしようかな、どこにつけよう。こういう感じでつけたらいいかな。うん、ホッパーの上に置けるじゃん。よし、これでいいね。なるべく窓から見えないところに明かり置いとこう。よし、そしたらもうちょっと積んでいきます。とりあえずここの装置がある部分までは壁を伸ばしてみた。ふんふん、前から見たらこんな感じね。どうしようかな、後ろ装置が結構後ろまであるから家の半分ってわけにはいかないもんな。この対面のこの家の位置に作ったとしてもちょっと足りないから、何マス足りないんだろう。2マス、1マス足りないのかな。そうだね、まあいずれ後ろにも前にも、あ違う、後ろにも横にも家が来るっていうのを想定して、とりあえずここで閉じとくか。また後ろに作るようだったら開けてってやればいいもんね。よし、そうしよう。じゃ あとりあえずこっち側は羊毛で閉じましょう。一応通れるように一マス下げとこう。よし、じゃあ羊毛行きます。階段みたいにして積んでいったらいいか。屋根もう一マス伸ばして、よし、順調に伸ばしていっております。これなんか暗そうだな。おお、なんかちょっと後ろから見たらブサイクだけど、まあいいや、とりあえず後ろは。でここはね、どうしようかな。本当はここのライン石をやるべきだよね。下も間違えたな。ここのラインをやり終わったら向こうもこれに合わせてやっていこう。ここだな、ここのラインだな。ここの後ろどうしようかな。この壁でいっか、全部縦積み。そうしよう。ここも気をつけながら地味に積んでいく。やばい、原木なくなった。ちょっとここに落として足場。うんうん、まあいい感じなんじゃない。よし、ここはこれで、あとは皮むいていって上の方1個、よいしょ、これでいいかな。大丈夫そうだね。よし、オッケーオッケー。じゃあここだけ石変えようと。じゃあここの後ろも一応この石レンガにしとこう。入ってった、困ります。
出てください。出てくれた。よし、 OK。 よし、そしたらここは OK だね。で次はここに額縁を作ってつけていこう。額縁作るのに必要なものが革がね5個しかないんだよね。何がいるんだ。あと棒だね。革と棒、革5個しかないから何個あるんだ。 1,2,3,4,16 必要。棒はここにある。仕方ない、ちょっと牛さんをしょうがないからやっつけよう。焼肉にしちゃおう。ごめんよ牛さん。この弓炎がついてるから自動的に焼肉になる。じゃあ皮が16個になったので作りましょう。うん、棒が足りない。棒ってもうなかったか。ま、作ればいいか。あっちに多分棒あると思うんだけど、ちょっと取りに行くのもめんどくさいから作ろう。よし、額縁16個できました。じゃあこれをつけていこう。ペタペタと。よし、 OK。 でここの中に入っているものをここにくっつけて、よし、この地道な作業をやっていこう。あ、ここ何にもないからいらなかったか。よし、できた。どうどう、いいんじゃない。うん、だいぶ仕分けられたと思います。もう一軒ぐらいこっちに建てたかったけどな。ちょっと材料がないのでまた後々それはやることにしよう。でここの下はもう大丈夫かな。動いてたから多分もういらないと思うけど、まあ、一応上に上がっていくことは分かってるからまあ大丈夫でしょう。一応ちょっとこの辺明るくだけしといて、じゃあここ埋めちゃおう。でこの倉庫の前もうちょっとどうにかしようかな。ここは削って、ここは1マスハーフブロックにしよう。じゃあここはハーフにして、もう1マスハーフにしてもいいか。そうしよう。こんな感じかな。で石切り台も壊しちゃって、ここは羊毛をここに引いて、こんな感じか。で向こうもそうしよう。ここどうしようかな。とりあえずここ羊毛にしとこう。この前がちょっと寂しいから街灯ぐらい置こうかな。どうしようかな、どんな感じでくっつけようかな。向こうみたいな感じでこうやってやるかこうするかだな。まあ上からにしようかな。でこの真ん中じゃなくって横にしよう。ここにしようかな。こことこことここでこんな感じにしましょう。ここだけちょっと変えようかな。階段どうしよう。こっち向きに、あ、いいんじゃない、これにしよう。こっち向きに、よいしょ。うんうん、 OKOK。 ここも階段にしようかな。そしたらここと同じ感じにしたいからこうすればいいのかな。でここ壊してこっちもか。こんな感じでいいんじゃないかな。真ん中にちょっと花でも置こうかな。鉢植えを置こうかな、ここに。で花持ってこよう。よいしょ。よし、 OK。 そしたら最後にここの街灯をやめちゃうか。こことここ、こっちに作ろうかな街灯。じゃあ街灯を崩して移動させます。どうしよう、牛と羊の真ん中ここにするか。こうしてこうしてこう、こんな感じにして、で装飾をしてトラップドア、うん、すっきりした。いいんじゃない。ここの家の前の街灯もやめてこっちに移動させようかな。でここは壊しちゃって、うん、雨降っててちょっと暗いけど、まあ、そんなに暗いって感じもしないから多分大丈夫でしょう。あとはここの屋根の上にゾンビが湧くかもってちょっと心配だから、羊毛がたくさんあるからピンクの羊毛を引いて、いやもう屋根の上だから白でいっか。羊毛を引いてちょっと湧きつぶしだけしようかな。よし、上がっていく。落ちたら死にそう。じゃあ白の羊毛を引いて、多分この高さだからそんなに目立つことはないでしょう。え、雷やめて。ここはワンブロックだったからちょっと心配だったから引きました。でここは階段だから大丈夫で、ここはハーフだから大丈夫で、実は私の自分の家の屋根の方もこのピンクを引きました。やば、寝ないとやばいんじゃないか。一回寝よう。おやすみなさーい。はい、おはようございます。よし、ということでじゃあこれは OK で、で、あと家の中から中にアクセスできるようにしよう。ここがもうガラスの意味がなくなっちゃったんだけど、まあ見えるからガラスでいっか、このままで。チェストも置きっぱなしで、なんか緊急で入れたりするかもしれないから、まあよくって、こ
ここにドアだけつけようかな。開きっぱなしっていうのもちょっとあれだから、これでここにアクセスできると、まああんまり行くことはないと思うけど、まあ、一応ね、これ裏口開けちゃったからここもドアしとこうかな。裏口的な、ちょっと待って、外からつけた方がいいや。秘密の入り口です。あー、ドアにしたからガラスが変な風になっちゃったな。まあいっか、若干家の中が暗くなったな。まあ仕方ないな。よし、じゃあ入れれそうなもの入れちゃおう。ここのチェストもちょっと分かりにくすぎるから、もうちょっとだけ額縁作ってくっつけちゃおうかな。ちょっと牛さんかわいそうだけど仕方ない。お役に立ってもらいますよあなたたち。ちょっと待って、やっちゃう前に先に子供産んでもらおう。ひどい飼い主だ。よし、これでありったけの額縁作るぞ。14個。まあできるだけつけていくか、縁の方からね。あー、こんだけしかできなかった。あんまり分かりやすくはないけど、まあないよりはいいんじゃないかということでつけました。よし、こんな感じでいいんじゃないかな。一応向こうから送られてきたものがちゃんと入るかも確認してみよう。鉄を空にしといて、よし、じゃあ行ってみよう。よし、じゃあ何個か行ったと思うので戻ってみよう。さあ入ってるでしょうか。お、17個入ってる。いいじゃんいいじゃん。ってことはちゃんと動いてるっていうことだ。やったー、完成ー。はい、ということで自動仕分け倉庫街完成しました。もうちょっと鉄が溜まるか、それか向こう側のつながってるホッパーをレールに変えるかしたら、もうちょっとだけ横に伸ばしていきたいなとも思っております。またおいおいできたらいいな。ちょっと横に続いていくっていう感じになってくると、それはそれで結構可愛いんじゃないかなと思うので、頑張ってまたね、機会を見つけて作りたいと思います。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。